どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。マヤナドップガンです。さあ本日なんですが、皆さん、先日ね、事件が起きたのご存知ですか？コナミ社がですね、サイゲームズを訴えたんですよ。サイベキゲームズというか、ウマ娘を訴えたんですよね。これなんでかっていうと、なんかその著作権的な、特許を侵害してるみたいな、ウマ娘が、コナミ社 のパワープロっていうゲームをね、コナミがの持ってる特許をサイゲームズが侵害してるということで訴えたんですね。はい、これちょっと有識事態と思ってまして、個人的にはやっぱウマ娘っていうゲームを結構僕好きで、リリース当初は結構やってたんですよね。で、ちょっと今はね、遊戯王の方結構忙しくてあれですけど、やっぱね、個人的にはね、ちょっとやっぱ2つ2社喧嘩してほしくないなと、思ってまして、今回はですね、コナミのゲームで、ウマ娘を作ってきました。はい、やっぱコナミのゲームでウマ娘とコラボすることによって、2社の関係性を改善をちょっと促していきたいなと、いうふうに思ってまして、今回何をしていくかっていうと、フルールっていう皆さんデッキご存知ですか？はい、ご存知ですねこいつが有名なんで、これウマ娘なんですよね、基本的には。はい、ウマ娘なので、馬の効果を使って、馬娘をね、出していくという、そういうデッキとなっております。はい、これでサイゲームズとコナミとの仲を取り持ちたいなと思っております。はい、冷静に考えて、効果自体は対話拒否してる説もありますけどはい、ちょっと懸念点はありますけども。はい、というわけで馬娘の、サービス継続を祈ってやっていきましょう。ユーリ3枚、君の相葉がズキュンドキュン走り出し。はい、ということで、どうも皆さん、サイゲームズです。さあ本日は、コナミより提訴されましたので、コナミさんとの、友情を深めるべく、コナミのゲームでですね、ウマ娘デッキを作ってきましたので、ご紹介をしていきたいというふうに思っております。まずはダイバスカーレットをサーチ、そしてダイバスカーレットを攻撃表示で召喚、ダイバスカーレットの効果発動、ダイワスカーレットの効果により、天井員っていうんですか、騎乗者ですか、竹豊ですね、竹豊を、サーチしながら、ダイワスカーレットの効果により融合召喚、現れよ東海帝王。ちょ、僕あんまりうまく詳しくないので、にわかで名前くらいしか知らないですけど、よろしくお願いします。で、東海帝王の効果を発動、東海帝王の効果により竹豊を、墓地から特殊召喚で、竹豊の効果を発動、特殊召喚に成功するとフィールド上のモンスターを中中化することができる。そして、レベル2の竹豊に、レベル6のと、これなんだっけ、東海帝王をチューニング、シンクロ召喚、現れよゴールドシップでゴールド、これ全然馬でもないけどな。で、ゴールドシップの効果によってデッキトップ5枚をめくりながら、これで、メジロマックイーンを手札に加えて、で、グラスワンダーの効果発動、グラスワンダーは手札から特殊召喚できる。で、ゴールドシップにグラスワンダーをチューニング、シンクロ召喚、現れろサイレンス鈴鹿。もうなんか知ってる馬の名前は、なくなりましたけど、なんかこれもう新しく出てきたモンスターの名前あんまもうわかんないですけど、いいですかあとこれだっけ、これがゴールドシップか、ゴールドシップの効果発動、自分の墓地から光属性と闇属性モンスターをゲームから除外すると特殊召喚をすることができるぜ。これによって、ゴールドシップを特殊召喚、これでエンドじゃないですかね。割となんかあんま強くなさそうな盤面ですけど、これ意外とそこそこの妨害はあるんですよね。ちょっと相手ターンに対話拒否、間違えた、オグリキャップは出すとして、コナミの、話をやっぱり聞き入れないといけないからね。基本的にはやっぱりサイゲームズと今コナミ喧嘩しちゃってるからさ、やっぱある程度コナミ社の話ってのは聞くべきなんですよね。スクリーム、アイスクリームユースケ、ホップイヤー飛行隊の効果発動、ホップイヤー飛行隊は、自分のフィールド上のモンスターと、手札からこいつを特殊化してシンクロ召喚をすることができるという効果。
なんかこいつがオグリキャップっていうかさ、どっちかっていうとこれなんだろうな、わかんない、ミホノブリモンだ、ミホノブリモン、これミホノブリモンで、いけ真空の召喚ミホノブリモンで、アサルトシンクロンの、アサルトシンクロンじゃない、これなんだっけ、これもう忘れた、アサルトシンクロンの効果によってカオスルーラーを特殊召喚、ちょっと馬の名前ちょっとわけわかんなくなるから、もうちょっとやめるわちょっとわからんくなる、どれがどれだか、だってカオスルーラー、まあ、こいつはまあなんか馬みたいな見た目してるからいい、これで、まあ、なんか足速そうだし馬みたいなもんだ、レイノハートか、なるほど、まあ、ちょっとコナミ社のね、あの抗議文みたいなのはちょっとある程度ちゃんと読まないといけないんで、まあ、しっかりと対応をしていきたいと思います。さあ、村雲のオロチが特殊召喚され、そしてカードが除外されたことにより松永先生の効果が発動してしまいますよ。さあ松永パイセンの効果を発動、松永パイセンの効果により、あ、てかここ早かったか、これキトカロス出てきたでよかったな、まあ、いや待って、カレイドハート出てくるかもしれないしな、カレイドハート出てきたらなんかそらそらでめんどくさいから、まあこれでいいか。で、一応松永さんの効果が発動しているので、カードをゲームから除外するという効果が付与されまして、やべ、ランニングデュエルアクセラレーションがデッキに戻されてしまうか、あんま関係ないか、あんま関係ないわ、ディアラメントシーレーンはゲームから除外されていく、 OK、 あー、だから戻っていこうか、 OK、 で戻っていく、で、レイノハートも除外した方がいいね、レイノハートとハートビーツ、 OK、 よし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 、まあ、ショウエイの効果で相手の盾下がってるんで、ベルエの強い、赤いやろコナミさん、ちょ、それはその要求は飲めません、その要求を飲むことはさすがにできません。ちなみにサイゲームスの盤面なかなかの対話決めですねこれサイゲームスの盤面なかなかの対話決めじゃないですか、これなかなかの、さあ、あの伏せカードは一体何なんでしょうかといったところなんですが、レベル2チューナーいるのか、じゃあこれあれだな、バロネスちゃん効果発動しに行けばいいか、バロネスちゃん効果、攻撃効果発動しに行こう、バロネスちゃんの効果発動して、自分の墓地のホップイヤー飛行隊を蘇生したいっていう効果と、あー、めんどくさ、やるね、コナミ社もなんかこっちの話は聞きたくないらしいわ、コナミ社もこっちの話は聞きたくないらしい、まあうざ、まあ、とりあえず松永さんの効果発動するか、松永さんの効果、さ、カードが除外されるのったので、相手の伏せカードと相手の墓地のペルレイのゲームから除外していく、はいはいはいあれなんかこれ相手なんかあれじゃないですか、訴え取り下げてくれたんじゃないですか、多分これこれそういう見方もできますよねサイゲームス勝訴、ウマ娘サービス継続、対戦ありがとうございました。君の愛ランニングデュエル、ランニングデュエルアクセラレーション、ウマ娘だけにで、ランニングデュエルの効果によって、アサルトシンクロを手札に加えていく、そして聖騎士の盾持ちの効果を発動、このカードを手札からぶん投げることによって、デッキからお馬さんを手札に加えていく、いけ、ダイワスカーレットの効果発動、ダイワスカーレットの効果により武豊を手札に加えていく、そして、ダイワスカーレットの効果を発動、融合召喚を行うことができるため、ダイワスカーレットと武豊で融合召喚、現れろ東海帝王、なんかあれだよね、シェリーのデッキ、俺僕初めて今回触ったんですけど、意外と面白いですね、これね、結構面白い、動き方は融合を使ってね、シンクロしていくっていうね、しかもなんか自分のモンスターをチューナー化するみたいな、こういう効果もあるから、なんか結構フルールシンクロになるんだけど、これ
意外とこういう効果結構面白いなとは思ってますね。はい、で聖騎士の槍持ちの効果を発動して、フルールドフルーレお手伝いしていく。こうソビーマンを持ってこれるからなんか何入れてもいいんだけどこれな。あの効果使ってあのなんかフィールドマン装備魔法何でも持ってこれるからなんか好きなやつ入れたらいいわ。でとりあえずこれで圧縮をしたので、まあ、一旦コントンマリューカオスルーラーかな。これ一回あれだな、あのちょ分かったわこれね、多分ねこうだわ。はい、でアサルティングシンクロン出していく。でだな、まず一旦シンクロ召喚をもうぶっ込んでいこう。双剣太鼓を翔英さんぶっ込んでいく。まずはね、これなんだろうな、これ馬主だね、これ馬主です。はい、馬主です。はい、まあ、馬主みたいな顔してるでしょ。馬主からのそうだ、フールシンクロンにチューニングして、これでアクセルシンクロン出して、でこれで中内起こしといて、で相手のターンにあのドキュンドキュンしていけばいいから、馬ぴょいしていけばいいから何言ってるかちょっと意味わかんないと思うけど、馬ぴょいしていけばいいから、ですね、これで双剣太鼓を翔英に装備しておきまして、でアクセルシンクスターダストの効果によって出しときます。 OK、 でこれでセット、ま、こうじゃないですか。これで相手のターン馬ぴょいと翔英強い、で村上もいる。盤面的にはね、まあ、そこそこの強固な盤面ではあるんですけども、まあ言うてね、あれなんですよね、あ演武天気、まあどうぞかな、まあ、ちょ一回アクセルシンクしよっかしておくかしておこう。アクセルシンクのスターダストドラゴンの効果発動、ちょ計らってきました、やめて、あ大丈夫 OK で、スターダストドラゴンをシンクロ召喚して、でその後そういうフィールド上のモンスターを使ってシンクロ召喚ができるので、ここであ、スターダストドラゴンにアサルトシンクロをチューニング。ドキュン、君の相葉がドキュンドキュン走り出し、ねねねてねねねて、歌詞わかんねえ馬娘エアップすぎてちょっと歌詞わかんねえ。これでフラクトールね、オッケーいいでしょう。これもしかしてフラクトールさんって、これもしかしてコナミ社も、これコナミ社の馬娘です、これパワープロ、これじゃあハカーナからでいいか、ハカーナぶっこんでいった方がいい、ハカーナぶっこんでいこう。フラクトールさんちょっと厄介なんで死んでもうて、一回ちょっとコナミ社の、申請は取り下げてもらって、オッケーで、まあ、こっからですよね。もうケラス、はい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 、ケラスもこれ効果発動にチェーンして無効にすればいいからな。うん、ナーベルもいいわ。こうなんじゃない今だわ。これ5500圧倒的打点、これで墓地とフィールドモノトも消しときゃなんとかなんだろう多分。で翔英効果、はい、これ攻撃表示よかったな。スマッシャーズ、無理ですね、それはきついので、ちょっと向こうに、ちょコナミさん、裁判長だからコナミさんがチートカードを使ってます、よくないと思います。裁判長、いやお前が言うなって話あるけどいやお前が言うなみたいな話あるけど、これでだいぶ、これいやまだ動くんか、お前まだ、いや嘘でしょ、てかぞ、いやこれスプライティングエルフされあいるじゃねえや、スプライギガンティックスパイクされるってことこれ、いやきつすぎワロタなんだけど、これきつすぎワロタ、うーわまあ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 、まあ、でもどっちかに打てるからね、どっちかには打てる、どっちか、まあ、あのこの後の やばい展開までは、まあ、まあ、ブルー打っといてもよかったか、これちょっとスプライトとやるの久しぶりすぎてどこで打っていいか分かんない、いやこれギガンティック、いや完全に攻撃表示だったらミスったわこれマジで。でもまあランク2だとあれか、セイントがいるからあんま関係ないか、アーゼウスでこれ流される、これ
これアーセンスで流されちゃいますよね僕。これやばいんじゃないですか普通に。これもしかして負け、これこれ訴訟負けするこれあれこれこれなんか訴訟負けしそうじゃね、やばやばすぎる、なんか負けそう、嘘だろ負けかこれ、やばい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 ぞ。1100もう打点は、いやこれ絶対攻撃用だったらじゃあ余計あんなに多分、あでもあれかこれ多分さ鉄柱入ってるからさ、またここウララ打つんだけど鉄柱入ってるからエクストラそんなない、まあ、でもアーセンスは入ってるからさすがに。でもえ待って、これでも効果適用したらアーセンス出ないか、もうアーゼウス出ねえわ、大丈夫だ、え、やった、ゼウス当てない、で、まあ、スタートはいいわ、スタートはいい、でも打点抜けないんじゃねこれ、打点抜けない説あるよこれ、俺のフィールド上の全部さ、長英さんの打点高すぎ問題が発生して、相手の打点下げすぎ問題が発生してるから、え、これで、しかもなんかスプライト、ギガンティックスプライトの効果使ったからもうアーゼウス出なくて、あ、なんかマスカラやられてきたぞ、あなんかそう言うてユニコーンのコストねえしな、なんか言うてこっからなんかやばいこと、いやでもああいや大丈夫、サロテレスも出てこない、えなんか知んないけどいけると思うんですけどこれ僕、まあちょっと一応ライディングデュエルアクセラレーション、ライディランディングデュエルアクセラレーション、ですね、一回フルールドバロネスの効果も発動しますか、フルールドバロネスの効果を発動して自分の墓地から、モンスターを特殊召喚していく、はい、戻って特殊で、マスカレーナさんは優先権こっちにね、最初の方に最初あるんで、こうシンクロ召喚してしまえばあいつは黙るということで、はい、君僕の愛はがドキュンドキュン走り出し、まあ、馬娘っていうのはこいつ馬と娘だけどな、ああ馬娘っていうか馬と娘、ああ一応村雲効果打点やば、松永パイセンの打点やばすぎで、村雲ちゃん出して、はい、で松永ちゃんの効果発動を選んでしょかい、はい、次行きましょうか、頑張ってください、お疲れ様です。さあ、相手が提出してきた抗議文を全て無効にしていく、相手が、提出してきた抗議文をしっかりと無効にし、ギガンティックスプライトとなんか適当なモンスターゲームから除外していく、まあ何でもいいんだけども、マスカラでいいか、はいはいはい、6800やばすぎ、あ全てがなくなってしまったなあ、まあちょっと裏で、コナミコナミコナミさんコナミさんコナミさんごめんね、もうちょっとさ抗議文がさコンマイ語で書かれててさ、ちょ理解できんかったのよね、あこれからはちょっと日本語で書いて送ってくれる抗議文、いやーサイゲームズとコナミなんかなんとかこううまい感じで収まってくんないですかね、一応ウマ娘ちょっとリリース当初は僕もちょっとやってて、我々もすげえ楽しいなと思って、まあちょっと遊戯王の方がねあの忙しすぎて全然できなくなっちゃったところはあるんですけど、めちゃくちゃあの面白くて、まあ好きなキャラクターとかゲームだったんで、ちょっとねウマ娘リリースサービス終了みたいになると悲しいですし、まあこうやってねなんかそのまあいろいろね大人の権利関係みたいなのが結構ね絡んでくるから難しいとは思うんですけど、なんとかねいい感じの方向でまとまってくれると嬉しいなと、思って、まあ、一応今回のデッキは作ってます、まあちょっと若干対話拒否モンスターがいっぱい入ってるという話はありますけどね、ちなみになんかあのあれらしいですよ、あのどうやら今回のあの訴訟なんですけど、なんかコナミからの抗議文がコンマイ語で書かれてたから、なんかサイゲームズが理解できなくて、なんかちょっとあのお互いの意思疎通が図れなかったって言われてますね、一部では、はい、まあ、やっぱりコンマイ語ってやっぱ理解するの大変なんで、やっぱねあれなんですよね、あのサイゲームズもやっぱそこまではやっぱね精通してないから、まあちょっとねあのぜひねあのコンマイ語のプロフェッショナル、まあ翻訳家あをちょっと呼んで専門家にね聞いていただければよかったのかなと思うんですけども、そんなこと言ってるうちになんか謎の展開をしていますが、これは何できですこれは謎のデコとかヒントときた、わからん、
めちゃめちゃ伏せるやん。デコのトーカー、何これ、罠コのトーカーみたいなこと、でもなんか動き方なんかイゾルデみたいなの使ってたよね。ちょ、わかんねえな、これ、なんだこれ。意味不明で来た。とりあえず、ライディングデュエルアクセラレーションしたい。かく乱作戦。え、あ、なんかあの、あれ出すんじゃないの、あの、なんか、で、手札にさ、カード加わったらさ、それドローできないみたいなさ、やつ、いいんじゃん。ドロールアンドロックバード、やべえ、こいつはやべえ。あいや、あ、そんな強引な方法もあるんだ。あ、強っ。何そのかく乱作戦、2枚連続発動からのドロール、激キメー。それコンボパーツ何枚だよ、それコンボパーツ何枚やんだよ、それどういうデッキだよこれ。ニトロシックロン、やばい、消火器だ、消火器来た、消火器おい、消火器来たぞ。最近ね、ちょっとコナミ社内でパワハラを受けていた社員が上司を消火器でぶん殴るという、ね、大事件が起きましたけれども、もしかしてこれあれですか、消火器でぶん殴られ続けるみたいな、これなんか魂を吸う竹虫とかいう、なんかドロースキップされるガチでヤバいカード発動されましたけど、これもしかして僕あれですか、顔面を顔面っていうか、まあ背中を消火器で殴られ続けるっていうの、これ嘘でしょ、嘘だよおい、マジの昇格ビートじゃねえかこれ、おい怒られるぞお前コナミに。コナミさん、サイゲームズより全然ヤバいやついますよ、こいつ通報した方がいいだろ。